BDS テクニカルスクールの飯田でございます。今日はですね、BDS バイクセンサーの運営する株式会社 BDS のプレミアムオークションの展示場に来ております。で、早速なんですけれども、ちょっといろんな車両来てるんですけれども、いきなりすごいの見つけてしまったんですよ。これね、皆さん画像で見ておやって思うかもしれませんけれども、89年式の NSR の SP テラカラーってやつですね。で、何がすごいかっていうとね、これ未使用車ですよ。未使用車、わかります？もうその当時の状態で保管されてましたよっていう車両ですんで、 NSR で未使用車探してこいって言ったらまず出てこないですね。すごいです。もう走行距離なんかね、2.8 キロ、ね、走ってないです多分これで。もう形になってますんで、まあ、コレクターズアイテムとしてはかなりのものじゃないですかね。いや、すごく綺麗でね、まあ、こういったねすごく珍しい鑑識クラッチでなかなかもう出てこないものがプレミアムオークションね出てくるんですね。で、あとはこれもなかなか古いですよね、ガンマ、まあ、こちらも相当スズキのね、だいぶ古い2ストロークのオートバイになりますけれども、やっぱりこうやってねフルカウルの状態になって、やっぱり当時ものの部品とかチャンバーとかね、そういったものがついてて、これで言うと、まあ、それなりのねちょっと使用感ありますけれども、まあ、デカピストね、なんかもう昭和を感じますよね。10個ついてるからデカらしいんですよね。でかいピストンがついてるからじゃなくてね。で、この年からかな、確かアンチノーズダイブっていうのが手動になったようなね、気がします、はい。で、あとはこの次はですね GPZ の750のターボになりますけれども、この車両もかなり綺麗で、わりかし今っぽくね仕上げてあるんですね。足回りなんか見てもブレンボのキャリパー入ってたりとかね、JP パワーのマグタンとかね、そういった足が入ってて、マフラーとか、ナイトロンのリアサスが入ってるとか、割と今っぽいので、これなんかもちょっと走りが楽しそうですよね。まあ、私の中でいうとこれノーマルで GPZ900R よりもトルクが出てる7班なのにね、やっぱりさすがのターボバイクだなっていう感じですよね。で、あとはですね、CB の 750F のインテグラってなってますけれども、まあ、実際にはこれカスタムされててカウルが取っ払ってあるような感じですよね。やっぱりカラーリングとしては私はこれが一番好きです。やっぱりスペンサーとかAMA のレーサーっぽい感じですかね。結構カスタムされてますけれども、まあ、この辺はね結構好み分かれるポイントかもしれませんけれども、ベースシャツとしてはまあ結構綺麗なんじゃないですかね。あとは Z1-R とかですかね。こちらもこのなんつうんですかね、ちょっと直線を基調としたちょっと薄めのタンクで、この大きいこのビキニカールですかね、この辺なんか特徴的ですけれども、やっぱりこれはこのデザインがねやっぱり独特で非常にかっこいいですよね。このキャストホイールとかね、このなんですかね立ちの強いバランスって言ったらいいのかな、そこがやっぱり唯一の無二な感じしますよね。あと個人的に気になるのはちょっと1台だけねあるんですけれども、ヤマハの初代7班って皆さんご存知ですかね。これ社名でいうと TX の750ってオートバイなんですけれども、ヤマハの初代の7班ですね、XS650 とかね、あの辺なんか有名だったりしますけども、その後に出てきた7班のオートバイですので、まあ、当時としては、まあ、変わってると言いますか、エンジンにバランサーがついてたりとかね、割と当時のハイテクなメーカーを積んだ、まあ、オートバイだったりね、これもこんな綺麗な状態であるっていうのは、まあ、なかなかないですよね。まあ、ちょっとねオールペンとかしてあるみたいですけれども、他の人は持ってる人いないですよこういうの。はいね、まあ、ということでいろいろねちょっと、まあ、簡単にですけれども車両の方をねちょっと紹介しましたけれども、ね、こういった車両が BDS のプレミアムオークションには出てきますので、ぜひですね気になる車両があったら、BDS バイクセンサーの加盟店にお問い合わせいただいて、で欲しい車両をちょっとめぼしいものを言っとくと、でオークション近くなったらお店の方で探してくれますんで、これどうって、でそうするとこういった車両が出てくるんで、もう後にしようと思ったらなくなりますからね。今あるうちに欲しいものをゲットしておかないと、もうどんどんなくなってきますんで、ぜひですね、気になる車両がある方はお早めに、BDS バイクセンサー加盟店にですね、お問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで、ちょっとね短めですけれども、プレミアムコーナーのレア車、ね、紹介させていただきました。ありがとうございました。